顧客第一主義と西田哲学というわけでね、まあ、そういう西田哲学ってなんか難しい哲学みたいに持っているけれども、ね、そうビジネスに本当に適用できるのかということでね、疑問な人も多いと思いますけどね、まあ、物やサービスを創出してそれを売れるということは価値を創出しているということですね。そしてまあ利息を得るというような行為にわざわざ西田哲学でなければならないというようなところがなかなか理解されないんじゃないか、まあ、西田哲学なんて言う必要ないやなと思うかもわからないんですけどね、その靴屋が靴を店頭で売るような単純なことも西田哲学で、あんなかのかということですね。そういう質問があるわけですが、いや別に西田哲学でなければならないなんか言ってませんよね。あるいは西田哲学という固有な哲学があって聖域になっている、特に西田哲学でないととかね、そういうようなことを言ってるわけではないわけですね。西田哲学も大いに使えるということを言っているだけであって、ね、本来まあ学問に聖域はない、ね、何々哲学っていうこと、西田哲学なんていうのも本当は間違っているわけですね。哲学は哲学であって、その、まあ、西田さんは場所の論理というのを打ち出して、新境地を開いたわけですけれども、それもやっぱり大きな哲学の中の一つの部分を構成しているわけですよね。僕は哲学の対象と言っているわけなんですけど、だからそういうわけで西田哲学と限定しなくてもいいわけで、大いに使えるということを言っているんだと。で、まあ、その論議は置いてですね、まあ、靴屋は、ね、できるだけ、まあ、利幅の大きいですね、あの靴を売りたいわけですよね。で儲けたいわけですけど、しかしまあ客はどうかというとね、その不当に高い、という靴を売られて嬉しくはないわけですね。だから売り手としては客が本当に必要とする、顧客が満足する靴よりも儲かる靴を売りたい、ね、というわけでまあ客をうまく説得して儲かる靴を売りつけようとした場合ですね、その時は納得して買うかもわからない、口がうまいからね。でも後で、あ、いやもっと安くていい靴買ったんやかと思いますと、あそこの靴屋で買ったら失敗やねと思いますよね。ですからもう後からもう二度とその靴屋では行かないということになりますね。だけどその顧客のニーズを、まあ、よく聞いて、顧客の個性などを、まあ、パッと見た目で判断しましてね、よく似合うような、まあ、顧客が納得できるリーズナブルな値段でですね、理想に近いショッピングができたと顧客に思わせる、そういうことができましたら、まあ、顧客は満足しますし、その店員の接客で買ったことをものすごく喜びまして感謝しますよね。そしてその店に常連になって、まあ、お友達なんかもその店でいい店やといい店員やということでね、評判を広げてくれるわけですね。だから店の利益第一主義ね、なんとか儲けてやろうとがみつくね、儲けてやろうというのでは、そのお店はかえって閑古鳥が鳴いてしまうということですよね。だからそうではなくて、買う側の立場に立ち切って顧客第一主義こそが店の繁盛を招くということであります。だから一見ですね、まあ客と店員はですね、まあ、正反対の立場にあるかのように見えますね。客は安く買って得をし、店は高く売って儲ける、
そこだけで判断すると両者の利害は真っ向から対立しているように見えると。ね、その意味では絶対矛盾的なんだけれども、本当は客に得をさせ満足させるから売れるということで、顧客の立場に立ち切ってこそ店も繁盛するし、絶対矛盾的自己同一にぴったりだということであります。だから絶対矛盾はまああるわけですよね。あるんだけれども、それをですね、踏まえた上で、あくまでも相手の立場に立つと、ね、その断絶を乗り越えるということですね。まあ、そこに意味があるわけで、ね、単純に店が損をしてでも客を満足させたらいいというわけではなくて、両者の矛盾を踏まえた上で売り手と買い手の断絶、主と客の断絶を乗り越えて客の立場に立ち切るという方法を模索すると、そこにまあ絶対の自覚を踏まえて世界や対象や事物を自己自身として捉えるという、西田哲学の立場があるんだということでね。じゃあそういうことをどうしてできるのかというと、そのためには豊富な商品知識を持ち、品揃えを心がけ、一目見ただけで顧客の人柄や暮らしぶりを察し、顧客のセンスを引き上げ、個性を引き立てて輝かせられるような顧客の相談役になるということ。つまりかなりキャリアとか熟練が必要なわけですね。そして、それを努力したらでもできることであって、まあ、現にそういうカリスマ店員みたいなのいまして、まあ、先ほどちょっと映ってましたね、カリスマ店員、ね、こういう人は、まあ、いかにもねパッと見た目でもう顧客の分かりませんね、もうこれですっていうもうね、この靴似合いそうですね、まあ、そういうことでね分けるわけです、まあ、そういう絶対矛盾の自己統一というのをね、この西田哲学というのは持ってて、それは靴屋さんが靴を売るときに大いに使えるということでね。では超越的実語面の話、超越的実語面とも何かっていう話にありますね。で、まあ絶対無の場所、まあ、実在の場所ですねにおいて、ありのままに物事を捉えて、まあ、それと一つになるわけですけども、まあ古物というのはまあ不思議なもので、いくらでも実語付けができると言います。つまり絶対無の場所に立ってあるがままに物事を捉えれば、様々な姿にそれが見えてきて、いくらでもまあ古物はですね実語付けができるということなんですね。それはつまり帽子という概念がありますね。そうしたらその帽子っていう概念については、まあ頭に乗せて日よけやハゲ隠しや見栄えを良くしたりすると、まあ、頭に乗せてそういうね、かっこよくなるわけですね。でかぶってる人の、まあ、職務や役柄を象徴する場合もありますね。そういうふうに実語付けするときに帽子とは何かという概念に関しては、まあ、限りがありますね。もうその他にもあるかもわからないけど、なんぼでもあるわけじゃないんでしょう、ね。ところがこの帽子っていうのがありますとね、この帽子となるとまあ、これは何月、何年何月何日にどこのお店で買った帽子であるとかね、あるいはどこの工場で作られた帽子であるとかね、あるいはこの帽子は他の帽子と違ってまあ肌触りがどうであるとかね、頭の乗せた感じがどうであるとかね、あるいはまあこの帽子にまつわってですね、この帽子をかぶっているところを見た人がですねどんなことを言ってくれたとかね、すごく似合っているとかね、全然あかんとか言ったかもしれない。そんなことは話が何歩でも
無限に実物形ができると、いうことですね。で、そういうことでこの帽子という古物になるといくらでもできるんだと。だから何か自分的な何かであったり特定の観念にとらわれていますと古物はどうしても限定的にしか捉えられませんが、事物的にも観念的にも何もとらわれない場所、つまり有や無を超越した絶対無の場所で捉えたら何ぼでも捉えられるということなんですね。だから、まあ、この帽子と何かの関係でもって捉えたら言えることは非常に限られてくるわけですね。だから事物に対して事物とか人に対して人とかいうものでもってですね、その関係で捉えたり、あるいは何か相対的な現実のいろんなものでもって限定して、問題にしたら限定されてしまうと限定的にしか捉えられないけれども、物一般みたいな最後の一般者の場所とも言うけれども、広くですね、何でもええということになったら何ぼでも古物の場合は実物形ができるということが、言いたいわけですね。で、何が言いたいかと、そんなこと言うと一体何が言いたいのやと思うと思いますが、結局それは何が言いたいかというのは、古物は無限の可能性を見えてくると、古物の中に何もかも入ってくるんだということが言いたいということですね。だからそういうふうに超越的無限の可能性が古物だとか、もちろん個人もそうですね、個人にも言えるんだと。その人間っていうものは無限の実語付けができるということが言いたいわけですね。だからそれをそういうのを超越的実語面というわけですけれども、この超越的実語面から捉えるという発想ですね。つまり超越的というのはものに対して何か具体的なもの、あるいは具体的な観念で限定しないで、そういうものや観念から超越して、実物付けを最後の一般者という言葉で言ってますけど、もの一般みたいなところで実物付けをするとしたらですね、何もでもできるということを一体そのビジネスにも示唆を与えるところがあるんか、そういうことがね、ということで、だからそう考えるときに西田は一貫してラディカルエンピリシズムであると、根本的な経験論なんだ、全ては意識経験であるという立場ですね。だから古物という意識の中に全ての意識が応用されていても不思議はない、全部意識でしかないわけですから。人間はちっぽけですし、時間的にもほんの刹那生きるだけだけれども、無限の時間や空間について考えたり感じたりできるわけで、全てのことがその人間の意識の中に入っているという、入ることもできるということですね。宇宙も入るし何かも入るわけですね。だからこういう古物にしてもですね、何歩でもこう関係づけができて、何歩でも、実物づけができると。それを道家の思想で言うと、その万物は一番の中に入っていると、万物一番論と言いますけどね、そういうのがあるわけですね。だから万物正道論なんていうような展開もありますけど、そういう全てのものが一つのものの中に入っているようにも言えると。仏教で言ったら曼荼羅的な捉え方ですけど、これをビジネスに応用したらどうなるかと、人材にしても素材にしても古物は無限の内容と可能性を秘めているという、こういう立場ですね。で、西田は行為的直感をさっきも言いましたようにフォイルバッハテーゼ、マルクスの考えから学んだんですが、ボルシェビキに対しては非常に、厳しい批判を持っていました。
それは何かというと、その人格の無限の内容や可能性を尊重するヒューマニズムが欠落しているんじゃないかと。まあヒューマニズム批判みたいなのがありましたですね。だからその人間一般なんかもう知らない階級やとかね、まあそういうマルクス主義者、あとまあ課題質問たくさんいましたから、すぐ何でも通そう通そうとね。で結局戦いの一つの駒みたいに人間を扱って、その人格の無限の可能性とかね、内容を尊重するっていうね、ことが、まあ、に欠けてるんじゃないかと。そういう意識に、ね、欠けてる。ヒューマニズムが欠落しているんじゃないか。やっぱり西田なんかはやっぱり大正デモクラシーだとか、あるいは白樺派のヒューマニズムだとかね、そういうのをやっぱり吸収してますから、その人格主義みたいなものはかなり強いわけですね。で無限の個人の中にある無限の可能性ということを信じて、それを引き出すということが、まあ、非常に大事であるということであります。でだから労務管理のあり方でもそういうふうな人間を信頼して、その可能性を無限に引き出していくにはどうしたらいいかというふうな、まあ、立場から労務管理していくとですね、良い人材が育っていくわけですね。まあ、その場その場使い捨てみたいな使い方をしてたんでは、良い人材は育っていかないし、企業も成長しないわけですけど、で素材についても、まあ、言えることで、ただの土とか水と思っていたのその中からいろんな、まあ、ものがですね、出てきましてね。でもう今まではもう一銭の年収もなかったような土の中からハイテクのですね、素材が出てきたり、あるいは、まあ、水だって何ぼでも使えるし、紙ですね、これは紙でできた椅子とか机とかなんですね。本立てとか全部紙でできてることね。でパソコンが普及しましてね、文字が電子化したせいで書類とかはもう、その記憶装置の中にね何ぼでも入るわけですね。そうすると書類紙として保管したら、まあ、場所取るから、そうならなくてコンピューターの中にも全部入れとけばいいと、あるいはチップの中に入れとけばいいっていうようなことになって、紙がまあいらなくなってくるということは、森林資源の保護に保全になっていいんですが、しかしながら製紙産業の衰退を招く恐れもあると。だから製紙産業としては、なんとかこの紙の利用をですね、考えなければいけないと。今まで、字を書くための、まあ、書類のための紙であったのが、他にも使えるんじゃないかというわけで、衣服だとかですね、家具、建築や機械の素材として使えると、まあ、鉄よりも丈夫とかね、で軽いですしね、自動車の、まあ、胴体とかでもですね、紙でもって使う、できるというふうなことがありますよね。丈夫な紙というのも作れるわけですね。でそういうふうなことでパソコンのこういうのでもですね、かなりの部分を紙で、使えるかもわからないわけですね。まあ、そういうふうに無限にこの紙というのが使えるようになってきたということがありますよね。だから今まで紙というのはもうただこの物を書くための道具とか紙として考えてたんですが、その他にまあ障子だとか襖とか紙使いましたけど、まあ、そんなものはあったけどもね、まさかこういうね机とか椅子だとかいけるようにとか服だとかね、そんなものいけるようになると
思ってなかったんですけど、今はもうそういうのも当たり前になってきてるんですよね。そういうわけでやっぱり無限の可能性をがあるんだと、まあ技術革新していけるということですね。